ライングフラッターで、これダブルスイッシャーでこうやって大概の人はもう普通にこの I に結ぶか、勘つけて結ぶでしょ。でもこれでスイッチしてたらこう絡んでまいねんね。大概もうダブルスイッシャーの前のペラって回らんとこれに絡むねんね。ほんで別に例えば絡んでても前が回ってんでも後ろのスイッシュオンで釣れるときは釣れんねんね。だけど嫌なのは万が一絡んでてそこから切れたらかね、でかいやつ来たときに。しかしここはあんまり絡まんようにする方法があるし、僕が使うのはこういうやつ。こう量販店行ったら、この穂先、昔はもう竿の穂先折れたりとかしたら、このリリアンを付け直して、修理するのが当たり前やって、だからこういうのが量販店行ったら売ってあるんで、ほんで、リリアンのこの内径の太さがいろいろあんねんけど、とりあえず、これのね、0.9、ほんでこっちが、1.1 やねんけど、だいたい 1.1 ぐらいを使うといた方が、まあまあ、絡みにくはなるし、材料はこれ、リリアンとサルカンがあったらいいでしょ。で、あとはね、瞬間接着剤、ゼリータイプのやつが使いやすいし。で、何でもええから、フロロでもナイロンでもええし、ライン。ほんで、あと、これね、P ライン。で、P ラインで、だいたい P ラインがどうやろ、25センチぐらいあったら。で、リリアンもちょっと長い目で、数作ったらね、ダブルスイッシャー、いくつも種類も持ったはって、あったら数作ると慣れてくるし、それまではね、ちょっと、これも、ちょっと長い目かな。一番初めに、このサルカン P で、これもう普通に、いつも僕言うてるけど、もうユニノットでいいんですよ。ただ結ぶだけ。ユニで。滑るとか滑らへんとか気にせんでええしね。結んだ後から、このラジペンで、この輪っかをちょっと仕上げるんですよ。ちょっと細くする。ね。ほんで、次何するんやったら、ナイロンラインでもフロロラインでもええし、このリリアンの中にこうやってね、普通のライン通すんですよ。ね、ほな、こうやってリリアンからライン出てくるでしょ。で、出てきたら、さっきの、この P のライン、P のラインを、ここも同じようにユニノットで、これで締めるでしょ。ほて締めて、この P のラインをぎゅーっと絞り込むんですよ。ね、これ、ほら、サルカン付けた P のラインを、普通のこの、通したラインで結んで、
ほんでどうすんやったらね、これでこの中へほら通していくんですよ。ほらね、これでほら、ほんでここはもうユニやから、こうやって引っ張ったらスッて取れるし、これはただ今のフロノの糸はこの中に P ラインを通す材料ね、通し方だけ。ここ、これ通して、ほんならこのリリアンの口の中にひしゃげたスイベルの輪っかが入るでしょ。ほんで入ったら瞬間でこのひしゃげてるとこにゼリータイプの瞬間ちょっと塗っとくんですよ。こう出てきた。瞬間接着剤塗っといて、音中のピーこうやって引っ張るでしょ。ほんで引っ張ってこのリリアの中にスイベルの片っかほら押し込んでまうんですよ。ほんで押し込んでしもて、あと丁寧にしよう思ったらね、これでほらここへもうちょっとピー直しといて巻きつけていってもええし、単純に瞬間でほらこれでもうきれいにね。あとはすごい簡単、これを愛に通すでしょ。ね。ほんで、ここ、ここもユニノットでいいんですよ。これで、一回通すでしょ。で、二回通すでしょ。ね。ほんで、3回で、ここユニでこう結んで、ほらこれでギューッとここ絞ったらね、でこっちもきっちり絞っといて、これしてたらね、この部分でここへ絡むことがないし、で僕実際こうやってほらこっちも直結でやってて釣りしてて全然何の不便もないし、でとりあえず中身ピーで滑って嫌やとかね、まあ ほぼ滑らへんねんけどね。ほなね、あとはこっからこのちょっとこれ長めに出してたのはこっから編んでいくんですよ。でとりあえずあの面倒くさないようにしよう思ったらもう瞬間が一番便利。あの僕ここをねもう一個あの編み込んだりすんねんけど、それも邪魔くさかったらとりあえず瞬間で止めてしまったら、で今はなんかあの女の人の爪のあれとこ塗るやつマニキュアっては言わへんらしいけど、今なんて言うんやか僕は分からへんねんけど、あのダイソーとか行ったら100円で売ってあるから、ああいうやつでここ塗ってしもたんやんぞ。ほんでこうやってダブルスイッシャーは全部タックルボックスに並べてたら、ほんで釣りする時のラインはここへ結べばええだけやし、ほなねここへ絡むことがないし、ほんでこここんだけ太いもんが出てても全然釣れる釣れへんには一切関係ないから、これめちゃ便利ですよ。ほんで僕みたいにこれをこの竿にはもうこのルアーだけみたいなんでやりきるときはもう直で行ってしまうから、
だからここにスリベルがないだけでさ、もうリリアの中糸通して通したやつでここを結んでしもうてみたいなね。ほんで僕はもうこのルアーが好きやから大概トップ投げるときこれやしね。だからこれでセットしてしまう。ほんでいろんなのを投げたい人はダブルスイッシャーだけほらこうしたらここへの絡みがなくなる。これめちゃめちゃ便利ですよ。